佐々木、忘れてるわけじゃないんだけどさ。ユージ、お前何してんだよ。箱職人。ユージ、やりたいことやれよ。わかるよ。まるで糸が切れたタコみたいにぼんやり虚空を見つめてるんだ。わかるよ。お前は今、過ぎてゆく者たちをゾッとする思いで見つめてるんだ。でもここはおしまいだぞ、ジョー。もうどうしようもないんだよ。佐々木、佐々木。18のあの日から4年間なんだかんだ毎年来てるけどさ、うん、これでなんか変わってんのかな。どうしたんだよ急に。忽然と姿消して何も言わず俺らを置いてったんだよ。物事には全て裏側がある。嬉しいんだよ。あいつはまだ生きてるよ。触れそうで触れれない。ナミのこと一番信じてんの。見えてるようで見えない。志村、お前の方だろ。その先がある。俺は人生と同じだな。あいつのせいにして言ってなよ。俺たちがいつも通りじゃないとあいつ戻ってきづらいじゃん。4年か。ナミ、高校最後の夏、どっかすげえとこ行きたい。どこ行く？実は俺、見たい景色があるんだ。青い森。柴原なんか言ってた。別にお前のせいじゃねえだろ。柴原見た？知らない。はいはい、まただんまり。お前さ、いちいち余計なこと言うなよ。なあ、人が空飛ぶのにどんくらいでっかい羽が必要か知ってる？そう、30メートルだって。めっちゃ邪魔。お前に何がわかんだよ。将来が何だよ知るかよ。